はい、どうも皆さんこんにちは。ありとま兄弟のありとまと弟の弟まです。はい、というわけでね、本日はこちら、はい、青逃げ5の方をね、まあ、メインにやっていこうかなと思います。さあね、もう4月も本当にもう終盤に差し掛かっており、まあもう少しでね、まあこのネームプレート更新のまあ時期なんですけれども、未だにちょっとブロンズとさすがにまずい。だから本当はね、青逃げ5をね、まあ、たくさんやっていきたい。で、たくさんやっていきたい中、本当に申し訳ないんだけど、この回線落ちが本当に全ては全ての敵、なんならこれがね、青逃げ5の一番の敵と言っても過言じゃない。もう一人やられてんだよ。ずっと続いてるからさ、もう頼むからさ、頼むって、いつもとなんかちょっとね、違うその止まり方やめてくれないかな、マジで。これはね、見たことないっすね。ずっとね、止まってるのはいいんだけど、ちょっといい加減はい。そう、はい。なんだ俺が誘導してんの、こんな。逃げるじゃない。いや、逃げたかったな、これ。青逃げ5頑張ればいけたな、これ。ナイス！あれ？二人プレイが始まりました。え？弟まさん。二人プレイが始まりました。え？え？二人プレイ？あれ？いや、二人じゃない。他のプレイヤーは？あれ？え？謎のバグ起きて。弟ま。もうこの世界にはもう俺と弟ましかいないみたいだ。なんか、きしょいな、それはそれは。お前、きしょいの、お前、失礼やな。え？他のプレイヤーいる？いるはず。え、どこいんの？開くよ。え？多分。え、そっちなんか、え、残りなんか5個なのに、え、こっちなんで残り3個なの？え？え？なんかお前だけ難易度上がってない。おい、ちょ待ってって、もう別で難易度上がってるって。なのに、なんで？え、なんで？意味がわからんくない？え、なんでよ。は？おいおい、ふざけんなってマジで。多分下のゲート味。出口が開いてる。え、開いてんの？どこ？上ゲート、こっちか。上ゲート。え、こっちってこと？うん。え、夫も出た？出たよ。え、夫もゲートに今めり込んでた。は？おい、ふざけんな、マジ。なんでだよ。なんでだよ。は、弟が脱出に成功しました。お前さ、え、お前チートですか？え、チーター、あれ、バルブあれ全部解除しませんけど、違う違う違う、あれだって、両ゲートともに開いたもん。あ、弟さん、チートやめてもらっていいですかね。いや、違う、両ゲート開いた。スタートというわけで、ね、早速やっていこうと思います。さあ、ラストね、遊んでいこう。ちょっとこれまでなんか意味のわからない、なんかバグやら何やらで、結局青逃げできていないわけなんで、ちょ最後ぐらいはね、やっぱまあ、綺麗にね、まあ、決めたいわけよ。個人的にはこのマップが一番青逃げしづらい。だってさ、開始でもおーい、フラグされか、もう一人死んでんの。ほら、もう絶対これもう回線じゃん。これさ、これ青逃げできるかどうかっていうのってさ、これ結局あれなんだよね、この回線の問題なんだよな。あれもう、フワッキーのね、もうブーストなんて知らん。実はさ、これな、俺よくよく気づいたんだけどさ、その石像をさ、動かさなきゃさ、多分青に入ってこれないと思うんだよ。あ、いや、あ、そんなことない、うまっ、やばい、出れた出れた出れた、ナイスナイス。待って、動かせないんです、動かせないんです、お願いします。うお、すげえ。やば、本当ありがとう。ありがとうございます。本当にチャリありがとうございます。はい、というわけでね、本日はこちら、はい、青逃げ5の方遊んでいきました。皆さんいかがだったでしょうか。いや、まあ、結局青逃げ5はまあできなかったんですけども、はい、まあ楽しければ全てよしと。ちょっとさ、そしてバグがね、そう、ちょっとね、そう、バグと回線落ちとかだけはね、なんとか、まあ運営にもね、まあちょっと対策をね、まあ頑張っていただきたい、はい、ところですね。はい、まあね、4月も終盤に差し掛かり、はい、こちらですね。はい。上位に入れば、ネームプレート、はい。入手できるということですので、はい。皆さんもぜひ遊んでみてください。この動画面白いと思った方、またね、他の動画気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。